こんにちは、陽君松村チャンネルです。本日は埼玉県川越駅周辺の散策でやっていきます。よろしくお願いします。もう皆さん映像を見てお分かりになると思いますが、とにかく人が多いです。そう、 JR と他に東武東上線が乗り入れてます。東武東上線の改札へ向かうとこんな感じ。なんでも JR 東武鉄道を合わせて1日20万人の乗降人数で賑わってるみたいです。この数字は一部の政令指定都市の駅レベルくらいあるかなと思います。他、少し離れたところには西武新宿線本川越駅があり、そこも乗降客数約4万人となかなかの規模です。本川越駅の外観はこんな感じ。映像は夜になってますが、これから散策は夕方に撮影したのがメインとなり、また良い味わいが出ている動画になっていると思います。もう皆さんご存知の小江戸の街もいい感じで映しましたので、ぜひ最後までお楽しみに。では最初の川越駅に戻りまして、カメラを回して左方向、小江戸繁華街とは反対方向の西口の様子を映していきます。では西口の様子を映していきます。ペデストリアンデッキで綺麗に整備されてて人通りも多いですね。で、ここでデッキから街の様子を映します。まずは駅側から、駅はルミネが直結してます。そしてさらにカメラを右側に回すと、比較的新しいビルで埋め尽くされてます。この辺りはね、さすが首都圏ですよね。反対側の様子はこんな感じ。こちらもオフィスビルとかで埋め尽くされてます。どうですか、川越繁華街方面の出口ではなくてもこの境方素晴らしいですよね。ではペデストリアンデッキをもう少し駅から伸びるまっすぐの方向に歩いていきます。埼玉はね、もちろん一番大宮が栄えてますが、川越ほか所沢川口とかもね、似たレベルで駅前がかなり都会的なんですよ。さすが日本で愛知県に次ぐ人口数を有している県だけあります。でデッキの奥にはユープレイスという複合商業施設があります。なんか外観がかなりおしゃれですよね。階段を降りて1階の様子はこんな感じ。おお、なんかね、おしゃれな雰囲気が出てますね。いい感じです。駅から伸びる通りもこんな感じでビル群やマンション群で埋め尽くされてます。川越って小江戸って聞くけど、普通に近未来都市ですよね。そう、駅の反対側東口もまた別な形ですごい栄えてます。で、その奥に小江戸があるという独特の街の作りをしているのがとても印象的でした。しばらく歩くと通りの途中にはウエスタ川越という公共施設やホールを有する建物、またこの広場がすごい開放感があります。でカメラを回してお隣にはユニクスという複合商業施設があります。川越駅西口もこんな感じで、駅前の雑居ビルだけではなく結構商業施設ゾーンも充実してるんだなと感じます。これより先は落ち着いたエリアになりそうです。このメリハリ感がね、なんともいいですよね。ということでごめんなさい、目が回らないように見ていただきたいんですが、駅方向に引き返して繁華街小江戸のある東口を散策していこうと思います。こちら先ほどのペデストリアンデッキからの様子です。東口は諸事情により別日に撮影したので、少しね、映像の明るさには誤差があると思います。まあ、結構綺麗に撮影できたと思いますので、ぜひ最後まで楽しみにしててください。ってことで東口の様子を見ていこうと思います。はい、こちら川越駅東口です。相変わらず人の往来が激しいですね。さあ、それでは東口駅前の様子を映していきます。東口を出た右側、これはおそらくマンションかなと思いますが、下には東武ストアという他複合商業施設がこんな感じであります。で、さらにカメラを左方向に回していきます。こちらも西口と同様ペデストリアンデッキで構成されてます。結構首都圏の駅前はこんな感じの構成がね、本当多いですよね。そして左側にはこちらアトレという大きな複合商業施設が建ってます。 JR 東日本の駅ビルでよく耳にする施設です。川越は複合商業施設の数もすごい多いなという印象を受けます。さっきの西口もそうですし、駅中にはルミネのほか、エキヤという複合商業施設もあります。こちらは東武鉄道の駅に、展開している商業施設ですね。その他にも百貨店が別にあったり、
本川越駅には西武系列の複合商業施設があったりと、ほんとすごいなと思います。しかしこれはまだまだ序の口、ここから川越の魅力的な観光地、そして賑わう繁華街を後に移していきます。では小江戸蔵の町に向かうため、デッキを降りてバスに乗ります。バスは現在先ほど移したアトレの建物の横を走り、本川越駅を経由して蔵の町まで行きます。で、映像に映ってるアトレの裏側にクレアモールね、こちらがめちゃめちゃ栄えている商店街で、蔵の町の後に行きます。川越の蔵の町はもうこれで僕5回くらいは実は行ってるんですけど、その際は全部車で行ってました。だから駅前とかね、市街地を経由しなくて川越の町がよくわからなかったんですけど、今日初めて川越駅を利用して本当駅前すごいなとね、びっくりしました。結構視聴者さんも今の映像を見てそう思われる方もいらっしゃるかと思います。で、なんか街の様子が一変しましたね。だんだんとそれらしい雰囲気が漂ってきました。では蔵の町一番街というバス停を降りて、その周囲を散策していきます。はい、一番街バス停上に降りました。で、蔵の町の前に一つ見せたいものがあります。バス停からカメラを回して正面のこちら、お、なんかね、雰囲気のある建物ですね。こちら埼玉りそな銀行、その前身第85銀行の建物で、大正7年に建てられたとのことです。夜の様子はこんな感じ。首都圏でね、こういう建物は比較的珍しいかもしれません。はい、では先ほどの埼玉りそな銀行側から道路の向かい側を映していきます。どうでしょうか。これが小江戸蔵の町の様子です。そこにはお店がたくさんあり、買い物食べ歩きができる、近くにも神社がある、まるでちょっとした京都に来たような気分になります。では駅方面とは反対側のさらに奥の街の様子を映していきます。そもそもなぜ川越は蔵の町なのかですが、もともと城下町で栄えてて、この町は大火をいくつか経験したみたいです。特に明治26年の大火では、町の約3分の1が焼失被害に遭いました。明治はその時火に強いレンガ造りの建物が流行ってた時代。しかしここで川越はあえて火災に強い蔵造りに目をつけて、江戸文化を残す蔵造りの町を形成したとの情報です。川越は江戸時代徳川家との関わりが深く、江戸を軍事的経済的にも支えたことも理由の一つかもしれません。さあ、そして川越の蔵の町のシンボルが通りから少し入ったこちら奥にあります。そう、それが今見えているこちら時の鐘です。初代は江戸時代の1627年に建てられたとの情報。定時にね、鐘が鳴るみたいで、ぜひタイミングを見て聞きに行ってはいかがでしょうか。東部のホームページがね、分かりやすかったのでリンク貼ってるので、興味があったら見てください。時の鐘がある通りもお店がたくさん並んでます。川越の蔵の町のお店全店制覇は多分横浜中華街全店制覇くらいに難しいんじゃないんですかね。で、ここで芋恋と書かれてる旗を発見。こちらのお菓子がね、大変有名みたいで購入しました。中のさつまいもの食べ応えがあり、とても美味しかったです。皆さんも来たらぜひ。川越はさつまいもが有名で、しかもね、品質がかなりいいみたいです。昔は江戸で焼き芋が流行ってた時に川で運んだ歴史があるみたいですよ。では一旦先ほどの大きな通りに戻ります。そちらでもいろいろ食べ歩きました。しかし本当食べ歩きするのには最高の街です。この日結構食べ歩きましたけど大丈夫。この街をね、歩き回ったらちゃんとカロリー消費ができます。他にはこちら細い路地に入っていきますと、中にはいくつか和食屋さんがあったりします。他、蔵の町周辺にはね、割烹料理店も多いみたいですよ。通りの雰囲気もね、また風情がありますよね。また大きな通りに戻りまして、こちらは川越祭り会館と書かれてますね。小江戸の町にね、祭りとかね、味がありすぎますよね。あと蔵の町でもね、有名な柏横丁も散策しました。蔵の町の大きな通りから少しずれますが、こちらもなかなか味のある通りでして、このようにうなぎ屋さんみたいな飲食店もあれば、その他名前の通り約30軒程度の菓子屋さんがひしめくみたいです。
いや、ほんと川越すごいですよね。市内の観光名所には年間約732万人もの観光客が訪れるみたいです。海外の旅行ガイドブックにもね、紹介されることも多いみたいです。あと街を歩いている方は浴衣とか着物を着ている方もいらっしゃいました。埼玉は東京都心のベッドタウンのイメージが強い方も多いですが、そこには京都のような雰囲気がありね、とても魅力的な街でした。あ、また芋恋買いました。ではここで柏横丁のエリアを抜けて川越の蔵の町以外のスポットを移します。蔵の町から抜けてちょっと離れたところには縁結びで有名な氷川神社があります。また今歩いている近くには県立川越高校、確かウォーターボーイズで有名な高校だったと思います。はい、こちら氷川神社です。ちょうど夕暮れでライトアップされてますね。この後蔵の町の夕暮れの様子も映してます。その後はね、川越の夜の繁華街の様子を映していきますので、ぜひ最後まで楽しみによろしくお願いします。はい、今蔵の町に戻り夕暮れの様子を映してます。いやー、いい感じですね。あまりね、夕暮れで閉店間際の川越を歩いた方ってそこまで多くないと思いますので、いや、これはね、動画にした方がいいなと思って撮影しました。ではでは、ここで蔵の町は閉めて駅前に戻り、夜の繁華街を歩いていきます。はい、川越駅東口に戻り、アトレの脇のデッキを歩いて、先ほど蔵の町に行く際に映像にちらっと映った繁華街クレアモールの様子を見ていこうと思います。デッキの階段を降りまして、そう、今人の流れが出てくるところがその通りです。それではクレアモール夜の雰囲気の様子をお楽しみください。こちら見てわかる通りめっちゃ栄えてます。なんでも埼玉県では大宮駅周辺に次ぐ繁華街みたいです。そしてめちゃくちゃ通りが長いのが特徴。なんと1200メートルもあります。しかもね、人通りが多いからここを抜けるにはそれ以上の距離感を感じてしまうくらいです。通りの途中にはクレアパーク、人通りが多い分ね、癒し度がちょっと増す公園かもしれません。クレアモールは1200メートルも歩けばね、駅に近いところは栄えてるけど、遠くに行けばね、少し静かになるかなって予想してました。いやいや、そんなことはね、全然ありませんでした。もう終わりまでこんな感じの景色が続いてます。そしてクレアモールの終わりから少し進むと、今度は小江戸の街が広がっているという、もう都会と観光都市ともパーフェクトに感じたので、動画のタイトルをそれに選定しました。通りの途中はマルヒロ百貨店、売り場面積もかなり大きいみたいです。しかし川越は本当街の作りがうまいなぁと感心します。駅からクレアモール、蔵の街とね、人の流れが作られてて、こんな長い通りにね、人がたくさんいるっていうのは一部の政令指定都市よりね、勝ってる気がします。川越市は人口約35万人、十分多いですが、それ以上の強さを感じさせられる、そのような印象を受けました。今歩いてきた方向の様子です。で、こちらを右側に曲がります。そう、クレアモールの通りにもね、各細い通りがありまして、飲食店が立ち並んでて賑やかな雰囲気が出てます。で、イトーヨーカドー食品館の建物、こちらを抜けますと、先ほどバスで通った通りにぶつかります。こちらは西武鉄道本川越駅前ですね。本川越駅は西武ペペという駅ビル、またなんだこの大きさというぐらいにね、規模が大きいです。どうでしょう、今回川越の街を見て蔵の街や埼玉のイメージがね、変わった方も結構いらっしゃるかと思います。都内からもすぐなので、ぜひ街歩きしてみてはいかがでしょうか。以上、川越駅、本川越駅周辺を散策する動画でお送りしました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴大変お疲れ様でした。